プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日は平泳ぎにおける骨盤後傾のデメリットについて、先日投稿した骨盤前傾骨盤後傾のまとめ動画にしていただいたコメントがちょっと気になりまして、それをきっかけに制作させていただきました。そうです、平泳ぎにおける骨盤後傾のデメリットです。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。定期的に何度も何度も話していることではありますが、泳ぎの基本は姿勢。ストリームライン、グライドの時でも前に進みやすい姿勢として骨盤後傾をキープすること。平泳ぎは手足が動いていないグライドの時間が長くなりやすく、特に姿勢作りが大切な泳ぎです。じゃあずっとこれを無理に維持しておけばいいのかというと、実は良くない部分があります。やり方次第では骨盤後傾が悪く影響しそうな部分、それはキックの準備の段階。こういうふうに腰が大きく折れるような引き付けをしてしまうのが良くないです。足を引き付けるこのシーンは平泳ぎの中でも大きな抵抗を生むシーンです。ただでさえブレーキなのに、こんな感じに腰が折れるような曲げ方をしてしまうと、さらにとんでもないブレーキになってしまいます。股関節を曲げすぎない、屈曲させすぎないこと。簡単に言うと腰をくの字に曲げる動き。これをやりすぎると、この映像のように引き付けでいちいちストップがかかって、とても泳ぎにくい平泳ぎになってしまいます。直しましょうか。要は股関節を折りたたみすぎていることが問題です。ではどうするのが正解か。膝の位置が前に前進しすぎるような曲げ方が良くないです。よって引き付け時に膝をどこまで前にスライドさせるかを考えます。ここまで前に膝を出すと足全体が沈んでしまうんですよね。これはやりすぎ。例えば足の裏が水面から沈まないように引きつけてあげると、ほら自然と膝の前進がストップしますよね。こういうことをやると曲げすぎを防止しやすいです。たくさん蹴るぞと思って大きく膝を曲げようとすると、股関節から曲げてしまう場合があります。今回のケース、これが良くない。まあ、例えばなかなかないかもしれませんが、ちょっと膝を曲げる角度が大きいなという自覚がある方は、曲げすぎないぐらいの意識でちょうどいいですね。常に浅めに曲げるということを意識して練習してみてください。直すためのフローチャート、まずはキック単体で練習をします。足に集中してください。ビート板を使うとしても、頭は入れたままキックの練習をしましょう。意味なく頭が高い位置にあると、それだけで腰が沈んでしまいますからね。足の裏が水面から沈まないようにするやり方には向かない。次に呼吸なしのスイム。呼吸をしないことで腕の動作も加えつつ、慌てずゆっくりキックの練習ができます。ああ、これ本当におすすめのドリルです。いろんな目的に使える。呼吸なしのスイムで引き付けをある程度確認してから、呼吸をする普通のスイムに移動しましょう。移行しましょう。やっぱり呼吸動作が入るとバランスが急に変わりますからね。呼吸をするのはキック単体、そして呼吸なしという段階を踏んでからがおすすめです。うん、平泳ぎでは何の動作の練習をするにしても、一回呼吸なしの平泳ぎを挟むとうまくいきやすい。最近よく動画の冒頭に出演してくださっている石井亮さんのスイムスワックが8周年でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それではまたの動画でお会いしましょう。ルイでした。